ます？映画。どんな映画見ました？今まで。私は渡辺謙の映画好きです。明日の記憶という。明日の記憶。うんうんうん。見ました。私はとてもその映画をとても好きです、ね。うん、アルツハイマー病についての映画ですね。明日の記憶ね。うん。その映画では、映画の最初に、妻は、その、新聞を作ります、うん。写真集みたいな、ね。そう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 。うんうん、子供の写真をつけて、その新聞を作りました。うん、それでは私は聞きました。あ、それで聞かれたの。うん、明日の記憶の映画を、見てやったの でこの質問をしたんですが、言いましょうか。私たちも明日の記憶を見ていますこの場面があったね。私たちはその映画はずいぶん前に見たね。そうですか。一週間前にまだ見ました。そしたらお尋ねしていいですか。質問、クエスチョン。明日の記憶、どうして明日のなんでしょう。未来、これからの、これからのためにこの写真はある。だからもう前のことあるかもわからないね、これはちょっとわからないね。わからないな。なあ、これね、感じたね。だけどまあそんなこと考えたら、明日に向かってね、今日生きていきましょう、今日大事にして生きていきましょうというわからないな。たけし北の映画が好きですね。え、たけし北の。へえ、どの映画見ました。佐藤一。佐藤一。佐藤一。ああ。知ってます？北野武って。北野武史。他の映画、どんな映画見ました？佐藤一の、ありますね。他の映画も見ます。今、名前は覚えていません。でも、見ると覚えています。どこが好き、いいんですか？北野武史さんの。いいえ、見た。映画のどういうところが北野武さんが好きなんですか。他の映画から違います。面白くないというか、不思議な映画です。あ、不思議な映画ね。不思議な映画です。不思議な映画、不思議な映画ですから。ほう、不思議。 それでは、他の映画から違います。あ、不思議なところがある。歴史家の映画は大体も分かりませんが、一回その映画を見ると、最初から終わりまで分かりません。もう一回、見ると、もう少し分かります。もう一回見ると、何かもう分かりになります。そうです。北野武さんの映画はね、海外ですごく評価が高いね。で、日本ではあまり評判が、それ海外に比べるとそんなに高くない。だから私たちもよくね、渡辺謙のさんの映画、太陽は昇る、沈まぬ太陽とかね、見ました。行きますけど、北野武さんの映画は見たことないんです。他の映画を、北野武さん、見たことないね、あまり。ああ、北野武さんの何かが不思議なところがあるよね、北野武さんの映画には。その不思議なものの、なんか例えばこんなところがとかいうのないですか。具体的に不思議なやから、そんな具体的に言われへん。言えない、ああ、言いにくいやな、不思議やから。見ますね。動物についての映画なんです。盲導犬、ピューちゃん。ありましたね。あとは、柴犬物語。動物好き。だから猫、さっき猫に興味をずっと持っておられたもん、舞さんに。舞さんはね、私たち2人でしたらもうね、あの辺で毛布に座ってるとか、ここにおるんですけど、あの武士の一文とかね。それは最近ではね、ディアドクター、それからね、弟、あの鶴瓶、
将軍亭鶴瓶さんが出てるんで、まあ、まあそれを置いといて、あ、落語についてそうやけど、うん、もっと僕ら言いたいのはあのラジオの時代、それからあの映画の三谷幸喜さんという方、うん、あの人が好きなんですよ。あの面白いやつ、あんまり海外の映画見てないな、海外の映画見てないな。それは見たと言うたらあれや、最近で見たのはね、それこそアニメになると思うけども、髪の毛の長いねお姫様でね、あのお城の何やらの塔、ラプンツェの塔私はあれはよかった。彼女と映画館に行きました。え、彼女と映画館に行きました。映画館でラプンツェルという映画を見ました。おあれはよかった。私ら見てもすごいよかった。それはね、3年生の孫がその映画を見たいって言って、うん、友達がいいって言ってたから見たいって言って、うん、連れてほしいって言って、孫3人連れて、私らと、ほんで息子の嫁へね行って、ほんで私らがそれを見てね、よかったよかったって。どう、あれアニメでしょ。そうそう、アニメ映画でしょ。あのナルトの劇場版ね。いやいやいや、それアニメ、アニメじゃない、あれは今までの中で一番多いねんね、そうそう、世界で一番。シリーズじゃなくてアニメです。シリーズじゃないアニメです。面白いですね。神が、中国でもきっと上映されると思うね。今世界で一番ディズニー映画、見た？見ませんでしたが、ぜひ見てください。長い髪の毛の、おおおおおおラプンツェルの、ラプンツェル、もうほんまにすごく良かった。テンポが速くて、ロシア語でラプンツェル、ロシア語でラプンツェル、日本語でラプンツェル、ラプンツェル、ちょっと同じです。それはあなたはロシアで見たの？うん、ロシアで見ました。皆さんどんなロシアの人あれ見てどんな評価でした？私たちはまあ、はい、どう？私は彼女と、その映画を見ましたから。彼女はとても感傷？彼女と、おえ、彼女おるもん。彼女はその、その映画とても好きになりました。あ、映画はとても好きになりました。そう。そうですね。それでは、DVD を買いました。好きでよかったんで。